んこんにちは、志村恵理子です。今月おすすめの公演はシリーズ恋文ボリューム2です。心に秘めた恋、口に出せなかったありがとう、言葉に込めた絆への思い、心に響く手紙を俳優による朗読とピアノの即興演奏で送るアーラオリジナル企画。ピアノで参加する黒木さんよりコメントをいただきましたのでご覧ください。ピアニスト黒木ゆかです。シリーズ恋文でピアノの即興演奏を担当させていただきます。このシリーズ恋文では、いろいろな人が一番大切な人へ宛てて書いた手紙の朗読に、ピアノの音でその時々の気持ちを即興的に入れていきます。今回は10代から80代という幅広い年齢の人たちが書いた手紙を朗読しますが、そのそれぞれの手紙に込められた切ない思いに、台本を読んだ時涙が止まりませんでした。この感動を味わいに、ぜひ劇場へお出かけください。見終わった後、身近にいる大切な人に優しくしたくなったり、ありがとうと伝えたくなったり、そんな気持ちにさせてくれると思います。それでは劇場でお会いするのを楽しみにしています。ハンカチをお忘れなく。シリーズ恋文ボリューム2は12月10日土曜日、11日日曜日ともに午後2時開演です。今月もう一つのおすすめ公演は羊毛とお花です。2007年のデビュー以来、大人から子供まで楽しめるライブは全国で話題になり、 NTT ドコモをはじめとする CM や NHK みんなの歌、フジロックへの出演など各方面からも注目を集める羊毛とお花。アルバム Live in Living はカフェの BGM として瞬く間にカフェ好きの人たちの話題となり、全国のカフェでのライブツアーも行っています。包み込むような空気感をぜひライブでお楽しみください。 Welcome to AG Town Vol. 19羊毛とお花は12月17日土曜日午後7時開演です。市内在住のジャズドラマ森山武雄とピアニスト田中信正のデュオによるスペシャルライブが急遽決定。9月に開催されたジャズナイト公演で見せた鮮烈なドラミングはもちろん、デュオによる繊細な音の世界も見どころです。プレイヤーの息遣いを間近で味わえる小劇場ならではのライブにご期待ください。森山武雄・田中信正デュオスペシャルライブは12月16日金曜日午後7時開演です。今月はシリーズ恋文ボリューム2、羊毛とお花、森山武雄・田中信正デュオスペシャルライブをご紹介しました。チケットの購入は文化創造センターのホームページまたはインフォメーションまでお問い合わせください。皆様のお越しをお待ちしています。